よし、ストーリー進めていこうか。多分ね、この謎の遺跡っちゅって今までこの謎の遺跡なんて名前ついてなかったんよ。うん、もうね、グロッタの南、まあエンディングでなんかね、ヨッチが歩いていて、なんかもう意味ありげなシーンがあったけども、もうそこに向かっていこうっていうことだね。まあ、いろんな世界の人たちにこう巡ってね、ああ、魔王倒してくれてありがとうみたいな、穏やかに暮らしていこうみたいな雰囲気になっていたけれど、あそこで何が待っているのか。よし、まずは行きましょうか。おー、見えてきた見えてきた。一回こう訪れたけどな。おー、イベントだよ、意味ありげ。おお、みんなでわーっつって、まあ、初めて来たわけじゃねえけどな。何なんだろう、いや、そもそもこれ何なんだろうってね、前はなかったのにな。ここは前に来たことがあったかな。連れてきてやっただろ。まあ、そういう話じゃないか。とてもよく似た建物をどこかで目にしたような気が。とてもよく似た建物なんぞや。この独特な装飾、確か神の民の里でも見たわ。おう、神の民と関係があるのかしら。おお、じゃあ、あの神の民の子供にちょっと聞いてみるか。何か新しい発見があるかもしれないわね。はいはい、ちょっと中を調べてみましょうよ。お前ぐんぐんだな。ずいぶんな探求心よ、お姫様。なんかみんなチリジリになって調べてる。ここはどんな場所なのか探索すれば何か新しい発見があるかもしれないわ。ちょっと中を調べてみましょうっつって、いやいやいや、その格好よ、何回も言うけど、なんちゅう格好だよお前。歩き回ってんだ世界中を。ロー、さっき遺跡を調べていたら古い時代の書物を見つけての、興味深いことが書かれておるんじゃよ。覚えておるか、ヨダよ。かつて太陽の神殿の苗木を通して見た勇者老子の人生の奇跡の回想を。この書物にはその回想が詳細に記されておるんじゃよ。そんな書物がなぜこのような遺跡に、つってこう。勇者老子時代のお話まで記されているってことは、まあ、かなり古い時代からあるもんなんだろうな。神の民とも何か関係があり、これが芸術ってやつなのか。俺にはただヘンテコな顔のおっさんにしか見えないがな。確かにヘンテコな顔のおっさんにしか見えない。めっちゃにんまり笑ってっからね。なんて常識にとらわれない個性的でエキセントリックな装飾なの。これは素晴らしい芸術作品よ。そこらに落ちてるオブジェといい、きっとこれを作った人たちは素敵な感性の持ち主だったのね。これを素敵と言える感性を持っているシルビアもなかなかの感性。姫様のおっしゃっていた通り、この辺りに落ちている瓦礫の装飾は神の民の里で見かけたものと同じだ。しかしグロッタの南に神の民の里にゆかりのある遺跡があるなんて今まで聞いたことがなかったが、前なかったんよ、ここ急に出現したんよな。いや、なんかもうね、せいやちゃん一人いるとちょっとなんかもう悲しくなってくるから、一人にさせたくないわけ。おーっと、ブーブィー、どうした、せいやちゃん。あ、なんかせいやちゃん的にはなんか思い当たる節がある的なところ。めっちゃ見てる、口開いて、口閉めなさい、可愛い顔してんだから。不思議な壁画ですね。ほう、なんだか見入ってしまいます。もうセイナちゃんも芸術に結構なんか好きな感じ。ヨッチに似てんだよな。どうした、みんな。おいおい、二人きりさせんなよ。おお、これがさっきこの遺跡を探している間に神の民が書いた書物を見つけたんだ。神の民が書いた書物、そこにはこう書かれておる。もうなんだ、こ、神の民がいたところで確定なんだ。へえ。なんかロトゼタシアの大地より生まれし、悠久の時間の流れを紡ぐ精霊。精霊、その名は失われた時の化身。失われた時の化身、なんだそれ。失われた時の化身、この壁画にあるのがそうだろうか。時の化身、神の民の伝承いわく、うん、失われた時の化身が守りしは国念を司る神聖なる光。めちゃくちゃ難しいな。めちゃくちゃ難しいこと言うな。国念を司る、国念ってなんだ、時間か、時間を司る神聖な光。その光、輝きもゆるとき、悠久の彼方に失われし者が大いなる復活を果たさん。復活を果たさん。
まあ時だから昔に失われたものが復活するっていうことかな。だからなんだ、勇者の星とかぶっ壊されたけどあれを復活させれるってことかな。もうこれ多分真ん中のヨッチっぽいやつがわーっつって上にいるのがそのなんかなんだろう、時の化身なのかな、太陽みたいのが。で左にはケトスとか、あとあれだよね、命の大樹に勇者の剣がなんか入ってるみたいな、そんな図にも見えるよね。復活って、もしかしてその光には失ったものを蘇らせる力があるってことか。おお、なるほど。え、何？それが本当なら彼女も。彼女？じゃあ、鳥、また鳥ハーダが、鳥ハーダが立っております。ベロニカ。思い出して。私たちには心の底から会いたい大切な仲間がいるじゃない。いるよ、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 いるよ。あの子だろ？あいつだろ？俺たちの園長を救ってくれたさ。あっつって。いやいや、勘が悪い、勘が悪い男ども。もうマルティナに同調してくれよ。え、セネちゃん。生き返る。ちょ、もうそんなことセーニャちゃんに言っちゃったらもうなんか突っ走っちゃうんじゃないの？ちょっとローちゃん、その光の力についてもっと詳しく書かれてないの？書かれてないの？ちょっともうローちゃん。どうやったら復活されるんだ？国民を司る神聖なる光。忘却の塔にて静かに輝けり。忘却の塔、新しい塔出てきた。なんだ忘却の塔。古より神の民が守りし神秘の歯車手に入れし時、神秘の歯車、失われた時の化身が集う忘却の塔を目指すべし。まずその歯車を手に入れないといかんのか。神秘の歯車、それがお姉様を蘇らせる手がかり。マジか、これからベロニカを蘇らすたびに魔王討伐GO。 胸圧展開じゃねえかよ。おー、なになになに。おい、じゃあ女の子の肩にちょ触れんなよお前。絶対それに変えてるべきだ。俺はそうして運命が変わったぜ。あー、そっか、まあ、確かにな。神自身もマヤを助けられたのはそれかもしれないな。ちょっとした希望にかけてみる。セネちゃん、いいこと。あ、いつまで触ってんだよ。よしよしよし、行こう行こう。もう一度お姉様に会えるなら、私はその希望にかけてみたいです。おー、これからはみんなの力を使ってベロニカ復活劇に向けて行動していく感じだね。だけど肝心の神秘の歯車は一体どこにあるのかしらね。やっぱりあれかな、神の民 の生き残りの小僧に聞きに行くしかないよな。神の民が守りし神秘の歯車。神秘の歯車、古文書にはそう書かれておったの。そしてあの岩壁の穴。岩壁の穴、歯車じゃん、完全に歯車じゃん。神秘の歯車はこの場所の近くにあるのかもしれん。ここにはまってたってこと？はまってたやつがどっかに落ちてるってことか。ああ、ちょっと待って、エンディングで見たやん。エンディングで見たじゃん。この辺に転がってんのか。あそこからさらに奥に行けそうだな。何か手がかりがあるかもしれない。さすが盗賊の花がここで聞いたよ。はあ、ベロニカ復活。ここで、ここにはまってたってことなのか。ボロボロに壊れている壁画だ。失われた時の化身と呼ばれる精霊が光の玉のようなものを掲げている。壁画には何やら不思議な形をした穴が開いている。この奥に行けと、偉大なヌスット様がおっしゃっておりましたんで。ちょいあれじゃん。いや、輝き方は普通の尋常じゃないから。ほら、これ普通に落ちてるやつね。おお、玄魔石ありがとうございます。でも輝き方が異常よ。もう大切なものここに落ちておりますぜ、つって。これだな。なんか、もうズバリかよ。神秘の歯車を手に入れ。あ、完全にこのマークがもうさっきの壁画の穴と同じですね。うわー、ありがとうございます。完全によ、まあ、神秘の歯車を見つけたのね。さすがは勇者ちゃん。勇者ちゃん、グッジョブ、ありがとうございます。神秘の歯車手に入れし時、はい、よし、失われた時の化身が集う忘却の塔を目指すべし。どこにあんの？ノーヒントじゃん。あとは失われた時の化身とやらが集うという塔を見つけろということか。
いや、やっぱり神のための生き残りのことに気にこせ。なんとも雲を掴むような話だな。本当だ、結構この世界中割とも隅々まで冒険した感あるけどな。お、よっち、これ主人公にしか見えないんだよな。なんか探してる。ついていてとかなんか教えてくれよ。おいおい、行っちゃうんかい。どうしたの？こいつらには本当に見えないんだな。もしかしてお前何か心当たりがあるんじゃないか。ねえよねえよ、あったらお前ら導いてやろう。気になる場所があってさ。はあ。命の大樹の北に寂れた塔があるのを思い出したんだ。なんで知ってんだよそんなこと。ええ、なんで？やっぱ世界中寂してたから。もしも他に当てがなかったら、ほう、ケトスに乗ってそこに行ってみようぜ。ケトスに乗って行ってみろ。何か新しい発見があるかもしれねえからね。あっそう、全然雲をつかむような話じゃなくなっちゃった。せやにゃ。さあヨタ様、神様が言っていた命の大樹の北の寂れた塔に行ってみましょう。天空のフルートを使いケトスへはその塔に行けるかもしれません。あーそう、さっきのヨッチどこ行ったんだよ、いなくなっちゃった。これですね、神秘の歯車、忘れられた塔の扉を開けられる古びた歯車、書いちゃってんじゃん。なんかその忘れられた塔ってのは鍵がかかってんだな。まあ、とりあえずケトスに乗って行ってみましょう。レッツゴー。命の大樹の北に寂れた塔があるということで行ってみましょう。命の大樹の北、あ、もうマークついちゃってんじゃん。もうちょっとね、親切すぎる。ああ、親切すぎるわけよ。ああ、寂れた塔、あれだな、これか、これだ。そんなに寂れてねえけどな。行ってみましょう。忘れられた地、忘れられた地、あ、ちょい町、あ、これあれだ、一回あのケトス手に入れた時に世界中飛び終わってた時に見つけたとこだ。あのうじょうじょヨッチが歩いてた塔、思い出した。 あれが忘却の塔っつんだ。でここに時の化身が集いしとかして、こいつら時の化身っていう名前なんだ、ヨッチじゃなくて。でなんかほらほらほら、うじょうじょよ、ほらこれこれこれ見て、ちょっと気持ち悪いのよ。なんつうの、こう牛がたかってるみたいなイメージ。単体で見ると可愛いんだけどね。入っていこうか。でここの扉を開けれるっていうことで、わ、もうズバリじゃん。ズバリじゃん、扉は固く閉ざされている。不思議な形の小屋がある影穴はどこも見当たらないようだ。神秘の歯車をくぼみにはめますか。はめましょう。うわ、入った、ズバッコ。おーおーおーおお、すげえ仕掛けじゃん。おー、ちょい金ピカピカって光ってよ。この奥に、なんだなんだっけ、なんだっけ、なんだっけなんだっけ、もう忘れちゃった。道が開かれたぞい。ここが失われた時の化身が集うという忘却の塔じゃったか。忘却の塔の中に、なんだっけ、ベロニカを復活させられる、そんな希望の光があるんだよね。分かった。お前もうぐんぐん行くな、ジジイ。大丈夫せいねちゃん。おい、ちょっと待って。後ろから誰か来たりしない？あ、見てる。あれ？これ特別なヨッチ。見てんの？トコトコトコ、こいつ確かオープニングにも出てきたり、勇者の腰をぶっ壊した時にも出てきたヨッチですよね。こいつだけ色が違うんだよな。うわっ、何これ、あ、時刻んでる感じ、忘れられた地だって。うわ、ちょっとなんか幻想的だ。まさにこう時をなんかこう司る、そんな雰囲気あるな。ね、砂時計のイメージだったり、歯車であったり。こうなんかモンスターとか出てきたりしない？大丈夫？ああ、そういう感じで。ビビらすな。ビビらすなよ。もう半信半疑で来てるんだよ、こっち。めっちゃ移動させない。いや、てかすごいな、この。塔のこのグラフィック、えらいえらいリアル。おお、ちょ、もうラストダンジョンもクリアした、俺にとっては。あ、ちょっとなんかいろいろだな。ちょっとなんかいろいろ行ってみる。あ、なんか落ちてるし、なんだこれ、時の水晶。やっぱり時を司るとこだからね。こう赤色ピューン、
って、おお、上に登って。うわー、なんかちょっと迷路チックだな。まあ、いろいろ歩き回ってるうちになんかわかっかな。かなり適当に進んでる。おお、なんか色に法則はないのかな、これ。おー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 おお、ディズニーランドかい。おお、ところもだ。あ、そういうのもある。おお、宝箱のとこ来た。あ、こういうところって結構いい宝あるんじゃないの？これ。おお、あ、素材かい。ちょっと戻るか。よし、で、こっち戻ってきて、一番最初に乗ったところのところに戻ってきて、こっち側だね。いや、なんかちょっとこの音楽がさ、なんとも言えぬ不気味さがあってやだね。よくこんなのに黙って乗ってられんな、お前も。つか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 言ってるけれども。あ、一本道か。こっち側は、ああ、宝箱あるじゃん。ありがとうございます。お、レシピブック、英雄戦記上巻。英雄戦記上巻。お、流星の剣、ミリオンダガー、コメットエッジ、輝きの杖、雷雪の魔装、俗、グリーンガムの鞭だ。竜王目がどんどん来んな。グリーン、俗グリーンガムの鞭ってこれ、グリーンガムの鞭持ってないのに、俗られても。流星の剣、あ、星屑の剣は確かあれだな、ウルノーガの城で手に入れた剣だ。それの強化版なんだ。へえー、あ、そういうのもあんだ。もともとある武器をさらに強化。あ、コメットエッジ、お、メテオエッジは持ってるよ。これいいね。メテオエッジをこれにパワーアップさせるのもありだな。あ、これちょっと後で作りましょう。雷雪の魔装。あ、鬼神の魔装もこれあれじゃん。あの、ウルノーガンとかで手に入れたやつ。あ、より強くできる的な。いや、これもちょっといいんじゃない？で、俗グリーンガム。まあ、もちろんグリーンガムの鞭を強くする。グリーンガムの鞭持ってねえからな。ギガントアックスはグレートアックスを強化か。なんかここに来て、じゃんじゃん来んな。こういうのがあるんですね。もともとあった武器を、より強い武器。いいじゃないですか。いや、ちょっと、マルティナの槍と、カミューちゃんのブーメランは、ちょっと最低限作りたいな。おお、上に行く。うわー、とこしえの神殿。